ももの表とすねの解説をやっていきたいと思います。まず太ももなんですけども、真ん中に太い筋肉、赤色で書いてあります。大腿直筋、そして外側ですね、外側広筋、緑色で書いてあります。この2つの筋肉は尖った圧が基本的に NG です。尖った圧っていうのは母趾でギューって押したりすることです。あと手根もそうですね、手根もグーッと入れちゃうと、基本的にはこの2つの筋肉は苦手とする人の方が多いです。ではどうやって効かすかというと、手のひらの真ん中くぼんでるところあります。ここで効かせに行きます。ガチガチさんは別ですよ。本当にガチガチさんは稀にこう母趾でグーッと押さないと効かない人いらっしゃいます。そういう人は尖った圧 NG っていうのは関係ないですけども、大半の人は尖った圧 NG なんで、この2つの筋肉は真ん中で効かせに行くっていうこと。そして次、青色で書いてある内側広筋、これは母趾でグッと効かせに行ってください。太ももの表はね、この3つの筋肉を意識してやるようにしてください。で、足っていうのは太ももだけじゃないですけど、角度が人によって違いますね。O脚だったり内股だったり、その角度に合わせてやってください。こういうふうに今絵を描いてますけども、これは足がまっすぐな人の状態のことを描いてますからね。男性は多くの人はね、O脚の人が多いと思うんで、だいたいこの筋肉たちはもうちょっと外向いてるっていうことです。次に太ももの横側、この絵をご覧になっていただきたいんですけども、太ももの横です。この絵だとこっちが前ですね、こっちに向いているっていうことで、真横に長径靭帯っていうね、靭帯があるんですけども、これもよく凝るんです。足の外側がしんどいよっていうお客さんいらっしゃらないでしょうか。そういう方はね、長径靭帯しっかり施術してあげてください。ここはね、手根ぐらいがちょうどいいのかなと思います。で、これ探すときに大天使、これを目安にしてください。腰骨があって、その下大天使、横にグリグリの骨がありますよね、グリグリ。それからまっすぐ下、膝に向かってまっすぐラインを取っていってください。長径靭帯。最後にすねです。すね、すね横から見てる絵ですけども、狙う筋肉は頸骨筋、まあ正式名称は前頸骨筋ですね。で、その下腓骨筋、正しくは超腓骨筋、はい、この2つ狙っていきます。頸骨筋っていうのは凝ってない人はあんまり見たことがないかなっていうぐらい本当に凝ってます。そして硬いです。硬くなっちゃうんで肘をよく使います。で、腓骨筋も真横にありますよね。長径靭帯が凝ってる人っていうのは腓骨筋も凝ってる傾向にあるのかなと思います。この腓骨筋を探す目安とするのはこの腓骨頭です。グリグリがあります。膝のお皿の骨、膝蓋骨から下ですね、斜め下のところに腓骨とグリグリ、ここにあると思います。そこから足首に向かってまっすぐラインを取っていってください。凝ってる人はビーンと細い枝が入ってるかのようにタバタバになってますから、それをしっかり母趾で掴みに行くっていうことで、次に最後に足三里です、ね、足三里有名ですよね。頸骨筋と腓骨筋の筋肉と筋肉の間にライン取れます。溝のところです。溝のところに、取りに行くで、青くぐるぐるって塗ってるのがツボです。足三里、そこからラインとして取っていくっていうことですね。ここも非常に硬い人多いですね。母趾で効くんならそれでいいんですけども、肘もよく使うところです、ガチガチさんにはね。はい、以上ですね。